藤井の明11月26日から1994年11月17日は日本の声楽家、合唱指揮者、音楽教育者。名前の読みを天名としている資料もある。広島県出身。1940年東京音楽学校卒。1942年東京音楽学校研究科修了。1940年読売新人演奏会でデビュー。 オペラでは、藤原歌劇団を中心に、バリトン歌手として出演するとともに、1947年から1955年、藤原歌劇団が勝負の指導に当たった。オペラの公演に関わった記録は66回に及ぶ。音楽教育面では、1940年、東京音楽学校教師、1944年、教立女子専門学校講師、 1947年フェリス女学院に、フェリス女学院に戻される専門学校音楽科創設とともに、声楽講師となる。生徒はたったの7名であったが、当時の講師陣は、1941年に着任していた三宅洋一郎のほか、新たに藤井、作曲家の段育馬、音楽評論家の寺西春を、ピアニストの大島正康が名を連ねていた。 1957年に山形大学女教授。1967年から1979年、東京学芸大学教授を歴任。また、CBC 合唱団、ビクターなどの合唱団指揮を務めた。1994年11月17日死去。78歳没。死去時、木下記念歌局研究会会員。以外にも SP レコードの音源が大量に。 存在する。なお、構成曲、街道統制上演記録においては、演奏会では、大半がバリトンであるが、テノール、式が混在している。レコードではテノールを担当している。ABCDEFG、藤井の明あき、コトバンク新鮮芸能人物辞典明治平成。2020年4月1日閲覧 AB、新次清、構成局街道統制。 YouTube 2020年4月1日閲覧。日本のオーケストラ。シニア2020年4月1日閲覧。ABC ことバンクでは東京音楽大学となっているが、1940年時点では東京音楽大学が存在していないことから誤りと思われ、東京音楽学校と記す。藤井のりあき。昭和音楽大学オペラ情報センター。 2020年4月1日閲覧。コトバンクでは、共立女子大学となっているが、同大学は1949年設立であるため、1944年、当時の名称である、共立女子専門学校と記した。フェリスの音楽教育。学校法人フェリス女学院。2020年4月1日閲覧。藤井の明国立国会図書館歴史的音源。 2020年4月1日閲覧新次清研究ガイド、新次祐子。2020年4月1日閲覧ありがとうございます。